は日本の作曲家、細川俊夫が1984年から1993年にかけて作曲した様々な独創楽器のための作品群である。戦愛は1984年に作曲されたフルートのための作品である。演奏時間は約13分半。作品は1985年6月30日に東京で 深い道をの演奏によって初演された。また作品は1986年に改訂され、改訂版の初演はイギリスのロンドンでアルメーダ国際現代音楽祭の一環としてピエール・イブ・アルトーの演奏によって初演された。1ン0 2は1986年にサントリーホールの移植によって作曲されたチェロのための作品である。演奏時間は約13分。 作品は1987年2月21日に東京で堤見つの演奏によって上演された。センスリーは1988年に高田和子の移植によって作曲された三弦のための作品である。演奏時間は約9分。作品は1989年4月8日に東京で高田和子の演奏によって上演された。センフォーは 1990年にメッツ国際現代音楽の出会いの移植によって作曲されたオルガンのための作品である。演奏時間は約12分。作品は1990年11月17日にフランスのメッツでメッツ国際現代音楽の出会いの一環としてジグモント・サット・マリーの演奏によって初演された。1 0は1991年に シュテファン・フス・ソングの移植によって作曲されたアコーディオンのための作品である。演奏時間は約10分。作品は1992年2月27日にドイツのビースバーデンでシュテファン・フス・ソングの演奏によって初演された。センシュックスは1993年に中村勲夫の移植によって作曲された打楽器のための作品である。演奏時間は 約12分は1993年9月24日にドイツのベルリンでベルリン芸術週間の一環として中村勲によって初演された。ありがとうございます。